はい、皆さんこんにちは。先日北茨城にキャンプに行ってきたんですが、最近ではしばらく経験することのなかったインターネットのないオフライン環境で一日過ごすという体験をしました。デジタルデトックスという面ではとても貴重な経験ができたんですけれども、その時地震が起きたりなんかして、やっぱりインターネットは必要だなと実感しました。ということで今日は衛星通信でインターネットのできるスターリンクをご紹介していきます。このチャンネルハーミットクラブライフでは、最新のサービスやガジェットを通じて旅、空撮、動画制作で役立つ製品や便利なサービスをご紹介していきます。このチャンネルがいいねというふうに思った方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。はい、ということでここ数年、全くインターネットがない生活っていうのは経験していなかったんですけれども、実際インターネットがないと最新のニュースやまたドローンの撮影などにも地図情報が取得できないなど、様々な不自由なことがあるなと実感しました。スターリンクは日本でサービス開始してまだ1ヶ月程度なので、もしかしたらご存知のない方もいるかもしれません。山奥に住んでみたいけれども、インターネットがないとかですね、緊急時のインターネットを確保したいと考えている方もいるかと思いますので、今日はこのスターリンクという衛星通信を用いたインターネットサービスが、僕らの生活にどのような影響を与えるのか、よく出てきそうな質問と一緒にですね、徹底的にご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。そもそもこのスターリンクって何なのかっていうところなんですが、スターリンクはですね、2020年からサービスが開始され、日本でも今年ついにサービスが開始されました。ただのインターネットだけでなく、ストリーミングやビデオ通話、オンラインゲームなどもですねできてしまうというところではとっても魅力的ですよね。じゃあこのスターリンクってどういう会社なのかっていうふうに思われた方もいらっしゃるかと思いますが、スターリンクはスペース X が設計しています。イーロン・マスクで有名なロケットの会社ですね。じゃあこのスターリンクの設置というのはどういうふうにすればいいのかというところですね。スターリンクの設置はとても簡単です。まずアンテナを立てて Wi-Fi ルーターをつなげて、ケーブル、その他電源ケーブルなどを設置するだけでたった数分でオンラインにできるというのがとても素晴らしいです。こちらは Wi-Fi ルーターの仕様です。 Wi-Fi 5に対応し 11AC まで対応しています。Wi-Fi 6に対応していないのはちょっと残念なんですけれども、実際スピードが200メガ、300メガと必要十分なものになっているのかなというふうに思います。こちらがスターリンクスクエア版の仕様になります。IP54 にも対応していますので、防水性能があり、屋外での利用が可能となります。また平均消費電力は50ワットから75ワット。ということで続いてはスターリンクで提供されているプランについてご紹介していきましょう。まず一番スタンダードな住宅向けプラン、レジデンシャル。大抵の方はこのプランになるかと思います。ご自宅にアンテナをつけたいであるとか、別荘にワイヤレスのインターネットを引きたいという方向けですね。ところでスターリンクの情報をチェックしている方であれば、もしかして気になっているのがアンテナの形ではないでしょうか。丸いのと四角いのがあると。実はこちら初代が丸型、2代目が四角のアンテナとなっています。若干仕様が異なりますので次のスライドでご紹介していきます。こちらがですね、丸型、角型の比較になっています。実は11月上旬を境にディッシュと呼ばれるこのアンテナの形状が変更となっています。開始当初は円形のアンテナを使用していましたが、このタイミングで長方形のアンテナに変更となっています。それぞれの仕様がどのように変化しているのかはこちらの比較を確認いただければと思いますが、より簡単な比較は次のスライドでご紹介していきます。簡単に2代目長方形のアンテナの特徴を挙げると、全モデルよりも軽くなり、またアンテナの数が増えて、ルーターには電源アダプターが内蔵されるなど大幅なアップデートが行われています。ただ注意するポイントはですね、イーサネットアダプターが別売りになっているということです。以前のモデルではこの LAN ポート、イーサネットポートを直接挿すことができましたが、この新しい長方形のアンテナのモデルではそれができません。そのためイーサネットポート、つまり有線での接続をしたい場合には別売りのアダプターを購入する必要があります。これがそのイーサネットアダプターになりますが、
まあ、結構値段が張りますよね。ここがちょっと悩ましいポイントです。続いてアドオンの紹介です。住宅など固定された複数の利用場所でスターリンクを使用したい場合は、スターリンク 4RV を選ばなくてもポータビリティのアドオンをつければ複数の場所で利用ができます。一方でこのスターリンク 4RV というのはですね、これはまだ日本では契約ができないんですけれども、まあ、旅行の計画に合わせて利用を停止再開できるため、キャンプなどアウトドアでの一時利用や年に数ヶ月しか滞在しない別荘などでの利用にも向いているかと思います。こちらが US のスターリンクで確認したスターリンク 4RV 向けのディッシュアンテナですが、スタンダードは$599となっているものの、モバイル版はなんと$2,500と値段が5倍近くします。車に取り付けのできるウェッジマウントっていうのが付属しているとはいえ、こちらなかなか手が出しづらいですね。デザインはすごくいいなというふうに思うんですけれども、で他のモデルはですね、走行中の利用は保証対象外になるにもかかわらず、このモデルのみ走行中に使えるというのがこのモバイルディッシュの最大の特徴です。ではスターリンク 4RV について Q&A ページがありましたので追加でご紹介していきます。通常スターリンクはサービス提供エリア内の決まった場所において利用することができるんですが、このスターリンク 4RV に関してはサービス提供エリア内の中であれば必要な時に低遅延の高速インターネットに即座にアクセスができるようになっています。このサービスはいつでも一時停止または一時解除ができるという点でも魅力的ですね。一方でこちらに記載されている待機リストというのが、ネットワークや機器の空き状況により供給が制限されるというものになっています。今後スターリンク RV を使用すると通常のレジデンシャルに比べてスピードが落ちるということもある程度予想しておいた方がいいかもしれません。そして気になるスターリンク 4RV、ポータビリティを移動中で使用できるのかという点ですが、移動中の利用はスターリンクフラットハイパフォーマンスキットの使用かつフラットハイパフォーマンスキットに付属のウェッジマウントを使用することで利用することができると書いてあります。続いてビジネス利用のスターリンクビジネス、こちらはまだ日本での利用はおそらくできないのですが、どうやら KDDI 等ですね、協業してスタートする予定ということです。続いて海上での利用を想定したマリタイム、海上は携帯の電波が届かないことも多いと思いますので、船をお持ちの方にとってはとってもいいサービスかなというふうに思います。そのマリタイムのサービスエリアです。現在日本の近海ではサービス提供がされていませんが、早ければ2022年 Q4 には提供されるようですので非常に楽しみですね。続いて航空利用を想定したアビエーション、航空会社や小型の飛行機などをお持ちの方向けですかね。一般の方っていうのは、あまり関係のないモデルかもしれません。そして、IoT というのがありますけれども、ここをクリックするとこのページに移動します。もともとスワームというメーカーが提供していたデバイスで、月額5ドルで低帯域の衛星接続を提供する IoT サービスで、このスワームは現在日本ではまだ提供されていませんが、モデムやメッセージング、位置データの特定に活かされます。プランをまとめるとこのようになります。なお複数の場所での利用を想定したスターリンク 4RV も、専用のフラットハイパフォーマンスディッシュは日本ではまだ発売されていないものの、プランの変更により利用ができるとの情報もありますので、こちらは後日検証してみたいなと思います。さらにスターリンクにはモバイルアプリが提供されています。設定のカスタマイズやアップデート、受信ダウンロード速度の測定、低遅延稼働、時間などのデータをリアルタイムで表示することができるようです。ではアンテナの防水性能はどうなんでしょうか。屋外で使われることがほとんどかと思うので気になりますよね。防水性能は IP54 に対応しているようです。粉塵、強い水流にも影響を受けないとのことですので安心ですね。この IP56 というのはスターリンクのマリタイムとハイパフォーマンスのモデルで対応しているようです。通常のレジデンシャルですと IP54、 つまり水の飛沫、特帯の全方向から水の飛沫をかけられても悪影響を受けないというモデルになっています。続いてスターリンクの消費電力についてですが、
まあ、外に持ち運んでポータブル電源で利用したいなんていう方もいるかと思いますので、これはどうなんでしょうかね。標準モデルでは平均 50W から 75W、 アイドル時は 20W の消費電力となります。一方でハイパフォーマンスおよびフラット高性能の使用に関しては平均 110W から 150W、 アイドル時に 45W とより高い消費電力となっています。それではここからスターリンクのアクセサリーを確認していきましょう。グランドポールは屋根などに取り付けができない場合に地面に長いポールを取り付け電波を受信するためのアクセサリーです。一方でロングポールマウントは屋根の壁に取り付けて電波の受信量を高めるアクセサリーになります。なおグランドポールマウントなんですが、このように1万200円で購入できるんですけれども、必要なツールとしてシャベル、左官、トロ舟またはバケツ、手袋、コンクリートミックス、水が必要になりますので、この辺十分に準備が必要なのと、これマニュアルなんですけれども、幅 0.5 メーター、深さが 0.6 メーターの穴を掘って、さらにコンクリートを作って固めてポールを固定するというものになっています。このあたりの作りはなかなかアメリカンな感じがしますね。石像壁配線という石像の壁にですね取り付けるインターネットのケーブル接続キットもあります。そして個人的に非常に気になっているアクセサリーがこちらのスターリンクトラベルケースです。このトラベルケースは約4キロと軽いケースとなっていまして、スターリンクをケースに入れてショルダーバッグのように背負って持ち運ぶことができるようになります。デザインもなかなかいいですよね。ちょっとお値段はまたいいお値段します。続いてこちらが交換用ケーブルになります。ケーブルの長さを調整したい場合に購入するものですね。さらに多種多様なマウントに対応するためにはパイプアダプターというものもあります。そして最後に現在スターリンクでは無料の30日間お試しを実施しています。満足できなかった場合には代金を返金するというキャンペーンを実施していますので、気になる方はぜひ注文してみるといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日は先日発表されたばかりのスターリンクのサービスをご紹介してきました。衛星の電波を利用してインターネットが利用できるこのサービスは全く新しい働き方や生活を提供してくれると感じています。次の動画では実際にスターリンクを開封しスピードテストやどのように利用ができるのかをご紹介していきたいと思っていますので、このチャンネルがいいなというふうに思った方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。そして何か気になったことやご質問等があれば遠慮なくコメント欄までお寄せください。いつも皆さんからのご質問をとても楽しみにしています。それでは本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。